スタテンアイランドフェリーはニューヨーク市マンハッタン区とスタテンアイランド区の間を航行するフェリー。ニューヨーク港の航空写真に表示したアッパーニューヨーク湾を横切るフェリーのルート。フェリーはバッテリーパーク近くのマンハッタンの南端に位置するホワイトホールターミナルから出発し、スタテンアイランドのリッチモンド軍役所付近にあるセントジョージターミナルへ到着する。フェリーは 365日24時間営業している。また96%は時間通りに航行している。フェリーは1905年からニューヨーク市が運営しており5.2マイルの距離で毎年2100万人を輸送している。所要時間は約25分、料金は無料である。乗客はどちらかに上陸しなければならず。 沿岸警備隊などの規則により往復する場合でも一度ゲートの外へ出てからもう一度入らなければならない。自転車も積み込める場合がある。昔は自動車も1台3ドルで輸送できたがアメリカ同時多発テロ以来許可されていない。フェリーの料金はもともとニューヨーク市地下鉄と同じ5セントだった。1948年に 地下鉄の料金が10セントに値上げされてからもそのままであった。1970年には当時の市長、ジョン・リンゼーが25セントまで値上げすることを提案し、1975年8月4日に25セントとなった。1990年には50セントまでにもなったが、1997年から無料化されている。無料化は2019年現在も継続中。 乗客は主に通勤客で、セントジョージターミナルは、スタテンアイランド鉄道の終着駅であり、駐車場には多くの人が車を駐車している。また、航行中に自由の女神像が見えることから、観光客にも人気がある。ケネディクラスケネディクラスバーベリクラス、スタテンアイランドフェリーは5.2マイルの距離を約25分で、 毎年1900万人以上もの乗客を輸送しており、24時間営業している。1日に5隻ほどの船で約104回航行し、7万5000人を輸送している。年間では3万3000回以上も航行している。ラッシュアワーでは通常15から20分間隔で運航しており、昼間や夜間は30分間隔まで減便される。深夜。 早朝には60分間隔になる。週末は30分、60分間隔で運行されていたが2006年11月から午前中は30分間隔となった。これは歴史的に大きな変化である。現在、現役の船舶は4種類の8隻である。ありがとうございます。